ねえな。まだやられた。あ、ちょっとソラ、これはソラがちょっと倒してほしい。ちょっと待って。ソラ、アイスボルト。アイスボルト、プリーズ。ワンアイスボルト、プリーズ。ソラ、ワンアイスボルト、プリーズ。あ、MP 取られるし。あー。今行くよ。あ、ナイスクミ。あ、はい、ちょっとクミがやってくれた。あ、そうだな。こうやつか。エミリー。エミリーさん。エミリー。ガルダの気になる果実は栄養が豊富で、熟すと真っ赤になるんです。薬になんか使われるそうですよ。はい。こういうなんか丸腰の人はモンスターがいるところに立てて平気なのかな。うん、余裕で立ってるじゃない。余裕で立ってるよね。もしかしてすごく強いんじゃないの。あ、そういうこと。もうあれか、白騎士一周クリアしてる人はもうスタッフとして登場してるっていう。そういうことね。そういうこと。あ、なんか丸出してる。なんか丸出してる。ここですか。ここら辺に身があるんですか。ここに来いと。はい。そうですよ。光ってますよ。これじゃないですか。じゃあ行くか。あそこにでっかい木があると思うんだけど。うん。あ、違う。ここじゃなかった。うん。ごめん、ここじゃなかった。クミソーラ、ここじゃなかった。しなびた、つるだった。あ、あった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 。あの、父さんの木。なんと気になる木。気になる木。気になる木を、しなびた。ですか。どっちでっかいのいた。ゴーレム。ゴーレムか。ゴーレムは何が効くかな。ゴーレム、ここら辺にいる敵全部アイスボルトじゃない。でもすごいね、ソーラのあれが。なかったよ。うん。さっきのね。あ、どっち、どっちの膝。効かないな。どっちの膝ね、こっちの膝。こっちの膝、じゃあ。あ、崩れた崩れた。ウィンドカッターが効く。お、いいですな。ほら、100超える。おー、いいですね。テイ、テイ、テイ。てい16、あと1回で死ぬ。あと一撃、あと一撃クミに刺された。で、ここにそうだね、これだ ね、 あるよね。高いところに果実がなっている。棒か何かで取れそうだ。あ、棒か何か。棒ない。棒。え、じゃあ肩車しようよ。多分あれか、ゴーレムからが倒すと多分落としたやつだ。あ、そうなんだ。確か確かだね。じゃあ、あ、取った？あ、取ったって。あ、一人取ればいいのこれ。え、なに？俺も取りたい。まあ、いいか。組が取ったならいいや。うん。組戦いに行ってるし。え、みんなどうしてるの？みんな戦ってます。俺は漁ってる。やった。青い果実使えないんだよ。みんなどこで？あ、そのゴーレムに。私も行くよ。こういうさ、このゲームでっかい雑魚が異様に強いよね。そうそう、本編でかいのがいっぱいですね。本編でもさ、でっかいの出てくるからさ、変身するのもなんかもったいなくて。確かに。かといって生身で戦うと結構苦戦するって。ナイスウィンドカッター。ナイス。全部倒す？全部倒す？倒す？あ、今なんか出たの、みんな。チェ。たまには。参加する。もう115。いいな、ウィンドカッター。あっきら二頭構えだって、かっこいい。いや。かっこいいね。115。すごいね。282、すごいな。すごいな。あっきの一撃。あっきら、すごい。はい。秋の踏み込み切りゴーレムに282のダメージ。パネ。踏み込んじゃうぞ。あれ、熟した木の実手に入れた？クミ、どの実手に入れた？青い木の実。下の。青いのが。青いのはね、ダメだよ。青いのは外れなんだよ。うん、青いのはそう。赤いやつ。これってアイテム見るとあるの？どうだったっけかな。あ、もう取れないや。あれ、よくわかんない。ここもう取ったの本当に、クミ。取りました。あ、おそらく取ったはず。お客さん。うん。クミクミ。クミクミにしてやんよ。
撮った？今多分クミは打ってくれてる途中なので。そうだね、待ちましょう。お、熟した、 OK、 熟した、了解、じゃあ行くぞ。はい、なのでさっきのなんかでっかいワンちゃんが逃げてたところに、うん、なんとかを取った。なんとか、うん、そう OK、 頼み、あれクミ、お OKOKOK、 なるべく、あれ、あ、来た、なに、あ、俺とトムはね、あ、トムか、そう、まさかのアッキーラも赤髪のアッキーになっちゃったからねそうなの、その動画にね入るためにはトムにぴったりくっついてじゃあ画面後ろにしてこう入ってみようかな前をちょろちょろそうで、前ちょろちょろ走ってもらおうかな、こうしよう。また、カスカルさんと話が、そうだね、多分カスカルさんはこれも見てくれてるんじゃないかな、おそらくね、そうだね、見てくれてるでしょ、見てるよ。この前のさ、テストの時のね、うん、私のほら、キーつついてジャイアントビー、うん追っかけられたのこっちまで連れてきたかそう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 、タオさんね、おかしいって言われたまあね、面白かった、あれで、餌を仕掛けるんですね。